今回は、カンボジアと日本が進める、ウクライナの地雷除去支援について、詳しく解説していくぜ。今話題のウクライナね、まだまだ、ロシアによる軍事侵攻が続いているものね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。早く収束してほしい、ロシアとウクライナの衝突だが、ウクライナに対して日本がどんな支援を行っているか知っているか？ニュースは見ているけれど、具体的な支援については知らないわ。そうだよな。食料支援や、日本へのウクライナの人々の受け入れだけではないんだ。実は、地雷や不発弾の除去を行おうとしているんだぜ。ということは、日本がわざわざウクライナに行って支援する必要があるわね。そうだな。ロシアの軍事侵攻によって、ウクライナが今抱えている、大きな問題の一つに地雷があるんだ。ロシアとウクライナとの戦争が始まって、1年ほど経った現在、ウクライナの 30% の国土が、地雷や不発弾の爆発物に汚染されているんだぜ。さらに、その地雷や不発弾の完全除去には、少なくとも10年かかると言われているんだ。それを日本が、率先して支援しようとしているということね。ああ。日本は以前にも、他国で地雷や不発弾の除去に大きく貢献していたんだぜ。初めてじゃないのね。ああ。そもそも地雷は、長い歴史を持つ兵器の一つで、味方に損害を加えずに簡単に敵を減らせる有力な兵器として使われてきたんだ。現在用いられているものは、初めて使用されたのが南北戦争、つまり、1860年代以降に無制限無差別に埋められたものなんだぜ。そしてこれは、終戦後もそのまま放置され、周辺住民に地雷被害と恐怖をもたらしているんだ。そんな地域に自分がいたら、外も出歩けないし毎日そればかり考えて生活しないといけないじゃない。そうだよな。ウクライナも、国土のおよそ4分の1の16万平方キロメートルの土地が、地雷やロケット弾による汚染に悩まされているんだぜ。さらに、その地域には約500万人が暮らしていて、地中だけでなく水中や、ぬいぐるみにまで仕掛けてあるんだ。恐ろしすぎるわ。ああ。その地雷除去作業をウクライナで、現在になっているのが、SESU というウクライナ国家非常事態庁なんだぜ。国家非常事態庁って？これは、ウクライナ政府において民間防衛や救難、救助、保健基金文書システムの作成と管理、放射性廃棄物の利用、緊急事態における、人口と領域の保護、緊急時の予防と対応、事後処理、チェルノブイリ原子力発電所事故の領域で、国家政策を遂行する、主要行政機関のことだ。役割が、こんなにたくさんあるのね。ああ。ちなみに、この庁におけるモットーは、防ぐ、救助する、助けるために、らしい。なるほどね。このために作られたのね。これらの役割の一つに、今回の話にある地雷除去作業が加わり、行われているんだぜ。ロシアの侵略後は、人員を増員して金属探知機を使用しながら、爆発物の除去を行っているが、難航しているのも事実なんだ。そうなの？どうして？そもそも、金属探知機は釘などにも反応してしまうらしい。なるほどね。地雷以外のあらゆる金属にも反応してしまうのね。そうなんだ。探知したすべての金属片を掘り起こしてから、地雷か否かを判別する必要があり、地雷の除去に時間を要してしまっているんだ。終わりが見えないわよね。ああ。そして、何よりも作業自体が危険だからな。実際、ロシア侵攻からの約1年間で、地雷除去の作業員13人が亡くなり、51人が怪我をしたんだぜ。そんなウクライナを救った製品が、日本製の地雷探知機アリスなんだ。正式名称は、アドバンスドランドマインイメージングシステムというんだ。どんなものなの？これは、東北大学の東北アジア研究センターの佐藤源の教授が開発した、人道的地雷除去用の地雷検知センサーだぜ。金属探知機と GPR 地中レーダーを組み合わせた、日本初のハンドヘルド型デュアルセンサーであり、操作員が手動で操作し、地に埋まった地雷を3次元的に画像化できる世界で唯一のセンサーらしい。すごいわね。画像化できるのなら地雷か否かを識別する時間が大幅に短縮できるんじゃないかしら。その通りだ。今までは、反応していたものをすべて掘り起こして調べていたが、掘り起こす前に地雷か否かを判断できるようになったんだ。付属端末のモニターで、その形状を目視できるため迅速かつ、効率的な発見が可能になったんだぜ。実際に、2台の ALIS プロトタイプでカンボジアでは80個以上の地雷の検知除去に成功しているんだ。ちなみに、小型軽量の国産唯一の地雷検知センサーだぜ。長時間の作業には、小型で軽量なのは大事な条件になりそうね。ああ。佐藤教授は、
従来の金属探知機と比較して格段に早く効率よく地雷を検知することができるため、ウクライナの人々の安全を守るという、差し迫った課題に役立つはずですと話しているらしい。そして、日本政府は JICA を通じてウクライナの担当者に研修を実施し、この地雷探知機をウクライナに供与することにしたんだ。JICA って？この機構は、外務省が管轄していて、政府開発援助 ODA の実施機関の一つなんだぜ。開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的としているんだ。なるほどね。主にどんな活動をしているのかしら？事業内容は、多岐にわたっているんだが、基本は人を通じた国際協力を主に活動しているんだぜ。対象地域や対象国、開発援助の課題などについての調査や研究、JICA が行う ODA 事業の計画策定、国際協力の現場での活動を行う人材の確保や派遣、事業管理、事業評価などの役割を担っているんだ。またこれも、膨大な事業内容ね。さっきから、出てきている ODA 事業って何なのかしら？そうだな。これは、発展途上国の経済発展や福祉の向上のために、先進工業国の政府及び政府機関が発展途上国に対して行う援助や出資のことだぜ。つまり、この発展途上国に対する支援である、ODA 事業を JICA が行っているということだ。なるほどね。日本にこのような重要な機構が設置されているなんて、知らなかったわ。ちなみにアメリカや、EU、その他の国もその支援に当たっているが、広範囲に及ぶ地雷撤去を重複しないよう、日本が指揮を取っているんだぜ。日本はウクライナにとって、スーパーマン的な存在ね。日本政府は、これをウクライナに供与することで、戦後復興を見据えているんだな。ウクライナの担当者を招いての研修は、どんな感じだったのかしら？山梨県北杜市で行われた研修では、ウクライナ非常事態庁のスタニスラブ・クリキフスキ国際技術支援部長をはじめ、爆発物対策担当者ら9人もの人が参加したんだ。ウクライナから、そんなに多くの人が参加してくれたのね。ああ。研修では建設機械メーカーの日建が提供する大きな地雷除去機の運転の仕方も日建の担当者が指導したんだぜ。さらに、対人地雷除去機のデモンストレーションとして、土に埋まっている地雷を掘り起こす様子を実際に見てもらったり、ウクライナの担当者に運転席に乗ってもらい、機械の操作を実際に体験できるよう指導したりしたんだ。その日立が開発した大きな地雷除去機もまた、従来のものから進化しているものなのかしら？ああ。世界で使われているものは、戦車などの兵器の残骸や破片、破壊された建物のコンクリート片などが散乱しているために、除去機がそもそも入れずに、使用ができないことが問題となっていたらしい。しかし、日建が開発したものは、それらが可能でかつ、ブルドーザー式なので地雷処理後は、建設現場で重機としても使えるんだぜ。すごい画期的じゃない。従来のものの欠点を見直してさらに、違う場でも使えるようにするなんて、さすがだわ。ウクライナ非常事態庁の非常事態局爆発物対策副部長のデニス・コルニー氏らは、この日本の技術の高さを評価したいと言ってくれているんだ。もちろん、そうよね。さらに2023年1月、JICA はある国と連携し、佐藤教授も参加してアリスの操作方法を、ウクライナ側に伝える支援をしているんだぜ。ある国って？それは、カンボジアなんだ。カンボジアって以前、日本が地雷除去の支援を言ってきた国よね？ああ。過去の内戦で、地雷の除去に奮闘していた国だぜ。そして今度は、一緒にその技術を伝えようとしているんだ。実は、日本の支援でカンボジアが復興していった背景に、ある日本人の存在が深く関係しているらしい。一体誰なのかしら？カンボジアは、1970年から1993年の長期にわたる内戦があったんだ。当時仕切っていた政治家のポルポトは、カンボジアの山岳先住民族の自給自足の生活を理想とする、極端な重農主義農本主義らしい。それにより、シンパの農村部を除く都市住民やメガネをかけているという理由で、多くの知識層の人々が亡くなったんだ。メガネをかけているだけの理由で？どういうことなの？これについては、解説が長くなりそうだが説明していこう。お願いします。重農主義農本主義の実現のために、学校、病院、工場を閉鎖し、貨幣も廃止したんだぜ。そして、都市住民を農村に強制移住させ、食料増産に従事させたんだ。ちなみに、病人や高齢者、妊婦などにも配慮はしなかったらしい。いきなりそんな生活を強いられるなんて、たまったもんじゃないわ。これは、世界で動員が繰り返されてきた、20世紀の歴史から見ても、例のない社会実験だったらしいぜ。さらに、原始社会に戻すために、文明の利器をほとんど一掃したため、手作業で運河やダムなどの施設や、水路が建設されたんだ。わざわざ、あったものを一掃してまで？
しかも、いくら原始社会に戻すと言っても、手作業でやるなんて考えられないわ。そうだよな。ちなみに、建設された水路の長さは、総延長1万5千キロにまで及ぶほどの、巨大な水路だったらしいぜ。それを、病人や高齢者、妊婦にも強制していたなんて、どうかしてるわね。でも、それだけの人が農村に集められたなら、食料だけは困らなかったということかしら？いや、そうはいかなかったんだ。ええ？どうして？生産された米の多くは、C国からの武器調達のための原資として飢餓輸出に回されたため、多くの国民が、飢餓、栄養失調、過労による死へと追いやられていったんだぜ。ひどい話だわ。もっとひどい話は、ここからなんだ。まだ続きがあるのね。このような惨状を目の当たりにしたポルポトは、自身の政策の失敗の原因を政策そのものの問題とするよりも、カンボジア内に、裏切り者やスパイが潜んでいるからであるとして、国民に対し疑いの念を抱くようになったんだぜ。そして、この疑いが先ほどの話にあった、メガネをかけた人を虐殺したという歴史につながっているんだ。ええ、そうだったの？でも、なぜメガネをかけた人だったの？高度な知識や教養は、ポルポトの愚民政策の邪魔になることから、メガネをかけている人や、文字を読もうとした人、時計が読める人、少しでも知識がありそうな人を、片っ端から殺害していったんだぜ。紛争ではなく、国民をそんな風に扱って虐殺したなんて、本当にあったこととは思えない事実ね。そうだな。もちろん、この政策は歴史的にも反知性主義の最も極端な例とされているんだ。そして、その時にたくさんの地雷が、畑や森に埋められたんだぜ。どれくらいの数だったのかしら？なんと、600万以上だったらしい。そんな大量の地雷が埋められてたなんて、驚きだわ。埋めるのも大変よね。しかし、戦後カンボジアの復興への道のりで、高山良次という日本人が、地雷撤去を通じて深いつながりを持つんだ。なるほどね。どんな人だったのかしら？彼は当時、陸上自衛隊に所属していたため、自衛官としてカンボジア PKO で働いていたんだぜ。PKO 国際平和協力本部事務局って？これは、戦わぬ軍隊として、紛争が発生した地域で両国の同意の下で、軍と軍を引き離したり戦闘員の行き来や兵器輸送を管理する団体だ。その他にも、通信広報や医療スタッフ派遣など、幅広く活動しているんだぜ。紛争の地域でも、こういった国際的な支援が行われているのね。ああ。その活動中に、高山さんは戦時中に埋められた不発弾の爆発で亡くなった少年と、それを見て泣く母親を目の当たりにするんだ。ええ？なんて残酷なの。見て見ぬふりはできない。自分にできることがあるのにやらなければ、きっと後悔する。後悔して人生を終えたくない。と、その時高山さんは強く思い、自衛隊を定年で退職したわずか4日後、2002年5月にカンボジアの人々のために、地雷除去活動を始めたんだぜ。有言実行って、まさにこのことね。しかし、もちろん彼の素晴らしい業績が形になるまでには、様々な問題があり決して、簡単な道のりではなかったんだ。ええ？どんな問題が起こっていたのかしら？経費の問題や、予定より大幅に時間がかかる活動の許可申請、宿舎の借り上げなどの問題だぜ。なるほどね。何か大きなことをするにはこうした問題がつきものなのね。ああ、高山さん自身も、その不安から心の病にも悩まされたほどだったんだ。それでも彼は、活動を止めず2006年についに、地雷撤去の活動を開始できることになったらしい。4年もの年月が、かかったのね。でも、よかったわ。ああ、2006年6月からは、世界で初めてとなる住民参加型地雷処理活動を創設したんだ。住民も参加できるようにしたのね。確かに、そこで生活するのは住民だから、住民の人たちにも、知っておいてもらう必要があるものね。ああ、彼の行動に心を動かされた現地の人々、約100人が加わって、スタートしたんだぜ。高山さんも、ほっとしたんじゃないかしら。しかし、その気の緩みが、ある事故を招くんだ。ええ、そうなの？どんな事故だったの？住民も含めた活動開始から半年後、隊員も慣れてきたところで、高山さんは休息のため現場を離れ、日本へ帰国したらしい。もちろん、その間も現場には専門家を配置し、安全に配慮していたんだが、事故が起きてしまったんだぜ。高山さんが現場を離れた翌日の2007年1月19日、敏感な対人地雷に隊員が触れてしまい、誘爆してしまったんだ。地雷に、気づかなかったのね。ああ。その穴は深さ1メートル半、直径5メートル、高山さんが言うには、対戦車地雷が8個も埋まっていたらしい。ええ、?8 個も？犠牲者はどうだったの？これにより、7人の現地の方が亡くなってしまったらしいんだ。そうだったのね。
そこで、8人目の犠牲者は絶対に出さないという思いから、高山さんは慰霊塔を建てて、現在まで活動を続けているんだぜ。高山さんは、慰霊塔の前でこんなことを話していたんだ。万一8人目を祀ることになるとすれば、それは私自身です。ここで精一杯お役に立って、最後は煙のように消えていきたい。活動への思いの強さに感動したわ。懸命な活動の結果、2021年10月末までに2500発以上の地雷を処理してきたんだぜ。さらに、地雷源279ヘクタール、つまり、東京ドーム約60個分を安全な場所へと変えたんだ。高山さんの願いが叶えられて行っているのね。しかし、現実には、カンボジア政府が指定した地雷源以外にも、畑や民家などあらゆる場所に地雷が埋まっているんだぜ。だから、10年以上経過した現在もまだ、地雷除去を続けなければならない状況なんだ。確かに、着々と作業が進んでいても埋められている数が、とんでもない数だから、簡単に終わる話ではないわよね。そうなんだ。さらに彼の目的は、地雷の撤去だけではないんだぜ。撤去後の村の豊かな暮らしが目的なんだ。なるほどね。先を見据えているのね。ああ。彼が、村に入って感じたことは、地雷被災者が多いということだけじゃないんだぜ。他にもあったのね。道路も最悪で、エイズやマラリア、デング熱が多発していて、村人はわずかな畑で細々と農業を営んでいるという状況だったらしい。働く場所がないため、隣国であるタイに売られていく女性もいるなど、とにかく劣悪な環境だったみたいなんだ。こういった状況を見て、彼は現在地雷撤去だけでなく、カンボジアの人々の生活支援も行っているんだぜ。そうだったのね。どんな支援をしているのかしら？一つは、井戸の建設だ。カンボジアの農村では当時、ため池や川の汚れた水を生活用水として使っていたらしい。これは、苦しい肉体労働を招くだけでなく、病気の原因にもなっていたんだぜ。確かに、水は生活の必需品だものね。ああ。この問題を改善するために、高山さんは地元の愛媛県の人の協力を得て、井戸を掘る工事や手押しポンプの費用の寄付を募ったんだ。そして、2022年10月時点で、井戸は240基にまで増えて、約4800人の村人が綺麗な水を使えるようになったんだぜ。彼の経験と行動が、多くの日本人の心とカンボジアの人の心を動かしたのね。そうだな。そして三つ目は、教育支援だ。地雷処理をしていた村の一つである、サマキ村には学校がなかったらしい。そこに学校を作るため、自衛隊の元同期の佐川さんと共に、2008年4月に4教室のサマキ佐川小学校を建設したんだぜ。地雷の撤去だけでなく、学校の建設までするなんて、簡単じゃないはずよ。しかし、高山さんの素晴らしい行動は、これだけじゃないみたいだ。彼は、地雷処理の作業後の夕方に、その小学校で日本語教室を開いて、子供たちに日本語を教えていたんだぜ。さらに、彼は村の生活を良くするためには、現地の住民自らが工夫し、努力することが大切だと考えたんだ。この考えにより、村からゴミを霊にする運動、ゴミ箱コンクールを開き、住民の関心をさらに高めていったんだぜ。本当に素晴らしいわね。現地の住民の生活のしやすさを、一番に考えていることが伝わるわ。このように、地雷への不安を取り除き、村を明るく元気にしている高山さんのことを、現地の人々は親愛を込めて、ターさんと呼んでいるんだ。とても良い話だわ。そして、高山さんは、子供たちは平和の種。世界平和のために一番大切なことは、子供たちが幸せで素敵な大人になることだと、伝えているんだぜ。そして、彼は現在も認定 NPO 法人国際地雷処理地域復興支援の会の代表として、活動しているんだ。今現在も活動されているのね。ああ。さらに、日本の子供たちには、このような言葉を残しているらしい。今の日本は、物や金の風船は大きく膨らんでいるが、心の風船はしぼんだままである皆さんが、しぼんだ風船に空気を入れてほしい。その通りだわ。カンボジアでの生活を知っている高山さんだからこそ言える言葉ね。そうだな。空想的な平和論を並べるんじゃなく、現実的な平和論を訴えて活動している人は、他にもいるが、数少ないだろうな。このような長い歴史の中で日本は、カンボジアでの地雷除去と深いつながりを持ったんだぜ。こうした深い信仰のあるカンボジアとともに、今度はウクライナの地雷除去を進めていくなんて、なんだか感慨深いわね。日本が率先して世界の平和を守っていくって、これほど頼もしく誇らしいことはないよな。現在ウクライナに埋められている地雷の除去には、最低で10年かかるらしいから、早く安全な国で安心して過ごせるようになってほしいぜ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？
ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。